さあ本日もやっていきましょう。ランコ様に導かれてウィキペディア実況ですね。本日はデボン期ですね。はい。ちょっと地層からまた一歩変わった、まあ、地層だろうけど年代記のところでしょうけど、ちょっと変わった感じかな。なんとかニアンからは抜けた感じでやっていきましょう。デボン期は、地質時代の区分の一つである、古生代の中頃、シルルル期の後。わー、シルルル期の後か知り合いが出てくるとなんか嬉しくなるな、シルルル期さん知り合いっていうかはい、石炭期の、前で約4億1600年前から約3億5920年前までの時期を指す。デボーン期と表記されることもあるイギリス南部のデボーン州に分布するシルル期の地層と、石炭期の地層に挟まれる地層を元に設定された地質時代である。イギリスか今度は。なるほどね。デボン期は魚類の種類や進化の豊かさと出現する化石の量の多さから魚の時代とも呼ばれている。そっか、シルル期の後だもんね。シルル期の時点で陸上生物が出始めてきたって。あ、でも陸上生物で出始めたね、魚の時代か。まあ、なんかいろいろ多種多様になってったっていう時期なのか。この時代ってじゃあなんかこう調べるには面白そうな時代だね。いろいろ変わってくんだね。大きく生態系が変わってく時代か。デボン期の環境、陸上の環境。デボン期の開始時期にあたる約4億2000万年前、複数の陸海同士、あ、これね、これが超大陸できたところでいい。陸海同士、ローレシアン大陸やバルティカ大陸などが衝突し、ユーラメリア大陸が赤道直下に形成した。現在の北アメリカ、東海岸、グリーンランド、スコットランドがユーラメリカ大陸の一部であった。ユーラメリカ大陸には陸海の衝突によってできた巨大な山脈があった。その山脈が大気の流れを大きく遮り、恒常的な降雨を周辺地域にもたらしていた。そのため巨大な河川が出現し、その河川に沿って動植物が大陸内部まで活動範囲を広げていくことが可能となった。なるほどね。でもこれってさ、いろいろな状況証拠から詰められてるけど、まだ想像の域、まだっていうか難しいけど、想像の域がだいぶ入ってる出来事ではあるよね。この感じはおそらく山ができたから今度は雨が降るようになるだろうっていうので、川ができるから植物が立つだろう、こうこれがあったからこうなるだろう、こうなるだろうだろうけど、その前提としてるのが今現在の我々の知識だからね。当時違う環境だった可能性もあるけどね。まあ、こういうところがちょっとロマンなんだろうな。やっぱ地質学とか化石とか研究してる人にとってはいろいろな可能性が考えられるもんね。前代のシルル期にはすでに植物の陸住まい化は開始していたが、デボン期には河川に沿って大規模に植生域が拡大していった。アーケオプテリス、またはアルカテオプテリスなどのシダ状の葉を持つ樹木状植物が誕生したことにより、最古の森林が形成されていた。この森林の拡大に従い、湿地帯も同時に形成されていた。河川と森林、そして湿地帯の存在が生物種の進化を支え、さらに大陸内の気候は寒気や時には大規模な乾燥期もあったため、放出する昆虫類や両生類などより乾燥に強い生物種の誕生を促した。あー、なるほどね、なるほどね。虫が生まれ始めたのか、虫が生まれ始めてきたのかな。この感じは植物もできて、ただ乾燥する時期が多かったから甲殻類みたいのが出てきたって意味かな。結構で、さらにそれを食べる両生類か。あー、なるほどね。海洋環境、海洋では河川から流れてくる栄養もあり、ああそっか、上から来るのか。コケムシやサンゴが大規模なコロニー個体群を形成していった。このコロニーに、腕足類、まあ、腕がある生き物か、腕足がある生き物、腕足類、海ユリ、三葉虫、甲殻類、直角
鉱のオウム貝などが生息し豊かな海を形成していった。アンモナイトもこの時代に誕生した。なるほどね、その表現が一番わかりやすいかもな。この豊かな海の時代にバンヒ類などの古いタイプの魚類が繁栄を極めていた。サメなどの軟骨魚類もこの時代の海に出現した。これ合ってるよ、今読み書いてほしいな読みを書いてほしいんだけどな。もう一回。寒気などで気候が乾燥する時期には水中の酸素濃度溶存酸素が低い環境にあるため、廃魚やシーラカンスなどの灰を持った肉、これ魚辺の漢字無理だな。肉気類って読むのか、魚辺の漢字難しいな。肉気類が登場した。さらにデボン後期には廃魚類のエウステノプテロンか金棒の種から、アカントステガやイクオチオステガといった両生類が出現した。これちょっと写真ありで見たいよな、写真ありで見たいよな、見たいよな。ちょっと見たい人はちょっと調べてみてください。ウィキペディアで出てくると思うんで。昆虫の出現。前代の知る時にはすでにダニ、ああダニはもういたんだ。ああ、カマを持つ種類ってことかなこれは。いやムカデなどが属する多足類が陸上に出現しており、節足動物の陸住まい化は脊椎動物よりも進んでいた。さらに約4億年前にデボン紀前期には昆虫類が誕生した。その祖先種から前述の河川と陸上の境界域で進化を重ね陸住まい化したのが昆虫だと考えられている。待ってよ、ちょっと待ってよ、混乱してきた。ミジンコやフジツボが属するなんとか類が、六脚類に近いと判明しているんだから、クモとかはミジンコやフジツボから進化したってこと？ DNA 的には、遺伝子解析的にはそういうことなんだね。へえ、ミジンコからですか。ああ、それからクモになるんだ。どういう進化をたどってんだろうな、本当に。すげえな。どこに行こうか。実際、出現当初の昆虫類の化石は、淡水域と陸上であった場所でしか発見されておらず、また、現世の昆虫のほとんどが陸住まいである。淡水域ってことは川ってことか。河川にいたミジコたちが進化したってことなのか。カニやエビが属する甲殻類やミジンコが。なるほどね。そっか。じゃあムカデたちはまた別なんだな。それで。デボン紀の昆虫は現在発見されている化石から、一般に言う羽の構造について示す。そうだよ、羽だよね。羽の獲得は見られず原始的な形態であった。現在の昆虫類は動物種の大半を占めるほど多種であるが、その多様な進化は石炭紀以降で顕著になったと思われる。ああ、じゃあこの後は虫の時代なんだ。そっか、これ以降は虫の時代で、デボン紀だっけ何を読んでるか分かんなかった。デボン紀は魚の時代か。まだ、なるほどね。サメの出現。軟骨魚類は、前期デボン期には存在していた。ただし歯の化石 にはそれよりも古いシルル紀末期のものもあるため、厳密に言えば起源は前代のシルル紀にあると考えられる。サメの祖先は不詳であるが、飼魚類に占める説が強い。例えばデボン期の地層から知られるドリオドゥースは飼魚類と軟骨魚類の共通の特徴を持っている。なんかこうよく見る昔のこの化石時代とかいう時によく水中で泳いでる魚の名前かなこれ頭の中にはイメージ像浮かぶんだけどな。なんか博物館とか行くとあるよね、あれかな。なるほどな。大量絶滅、絶滅しちゃうの。デボン紀後期から、石炭紀初期は5大大量絶滅期の一時期であり、特に前述のサンゴ礁を作る赤道域の浅海域で選択的絶滅が起こっている。選択的絶滅って何？この大規模絶滅により海洋生物種の 82% が絶滅した。その中にはデボン紀に繁栄を極めたダンクルオステウスなどの
バンヒ類や原始的な脊椎動物である顎がないこと、ムアゴ類の、ムアゴ類じゃないよ、無顎類の大部分やプロエスタス目の目か、目を除いた三葉虫の大部分が含まれる。三葉虫もここで死んじゃうってこと。炭素、酸素、ストロンチウムなどの同位体測定や元素分析による古環境、古環境解析やから気候の急激な寒暖の変化、海水面の後退、乾燥化、低酸素化などの大きな環境変化がデボン気候期に繰り返し発生し、おそらくこれらの環境変化が大量絶滅の要因と考えられている。うん、低酸素化か。怖えな、それ。怖いな。空気中の酸素濃度が変わるってことでしょ。乾燥とかさ、海水面がまあ上がるのはきついけど、人間ってここら辺はさ、まだ対応できるじゃん。寒暖もまあ、なんとかいけるかもしれないじゃん。いろいろ考えてくけど。低酸素化で急、どんどん酸素濃度低くなってきたってなったら、人間も絶滅するよね、簡単に。それって。怖えなぁ、それ。そんなのも起こんの。厳しい環境だね、それ。より少ない酸素で生きていけるようにならないといけないのか。ひえー、すごいなぁ。あ、終わり？あ、終わりか。終わりか。なるほどね。なんかでも、魚の時代っていう割には、魚メインっていうわけではなくて、陸上に行く種とか昆虫とかもいろいろ発展してきた時代なんだろうな。シルル期で陸上に上がって、デボン期でそれらが進化して、環境に対応するために進化してきた時期っていうことなんだろうな。その影響もあって魚も進化したってことなんだろうね。多分陸上生物が水に落ちてそれが餌になってとかいうような環境変化もあったんだろうからな。そういう意味で水の中でも魚も進化して魚が種類を変えたのか。なるほどな。なんかこれそうすると次これ見たいな。昆虫の時代だと思うけど、石炭機とか。ちょっと見たくなってくるな。そっか。ランコさんはいけない？ちょっと、ランコさんはそっち導いてくれないから、ちょっとお願いしたいんだけど。そっちが読みたくなるな。やっぱいいな、こういうの。歴史いいな。なかなかいいよな。進化ってやっぱ不思議なところがあるから知りたくなるよね。ランコ様、お願いします。石炭機。さあ、何になるかな。廃魚だったな、今。シダ、シーラカンス、ドイ、カーティア、メオープ。あ、捕食生物またなんか、シンプルな、なんか、時代とは関係ないの来たね。捕食。あれ捕食生物だっけ、捕食に飛ぶんだ、これ。そっか、飛ぶんだ。あー、そんなに長くないのか、これも。はい、では次回、捕食生物って出たけど、まあ、捕食に飛んだので、捕食。捕食で行きましょう。おそらくまあ、当てられてる文字と飛ぶところは若干一致してない時があると思うんで、こっちに飛んだんでこれが正しいですね。では次回は捕食で、またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうね。